ばかりだったからな。今日は数年ぶりに血が騒ぐような戦いを見せてもらったぜ。花屋、いいものを見せてもらった礼に、今日は特別にお前ら二人ともに森永の居場所を教えてやる。本当ですか？ああ、だが現実とは非常なものだ。お前にその現実を受け入れられるだけの勇気があればの話だがな。どういうことや？どうだ、お前は知りたいのか、相沢。はい、どんな現実が待っていようと、俺は兄貴の今を知りたいです。そうじゃないと俺、いつまで経っても一人で道を歩いていけない気がするから。分かった、話そう。森永の今の居場所、それは警視庁神室署地下2階の霊安室だ。ダレさん、相変わらず声でけえな。現場で大声出すなって言ってんだろうが。すいません。で、なんだ。いや、ガイシャが手に持っていた拳銃なんですが、あの拳銃からガイシャのものとは別の指紋が。別の指紋？ええ、しかもその指紋なんですが、昨晩芝浦埠頭で視察隊で発見された元搭乗会組員森永の殺害現場にあった指紋と一致しました。なんだと？で、その指紋、身元は割れてんのか？はい。ですが、これがちょっと、というか、かなりびっくりっていうか。なんだ？いいから早く言え。はい。現場から発見された指紋はこの男のものでした。ん？これって確か今話題の芸能事務所の社長じゃないか。四課から聞いた話では、芸能事務所社長というのは仮の肩書きで、本当は近江連合の現役幹部組員だそうです。うん。数年前から公安は彼のことをマークしていたようです。ついに裏の顔を見せ始めたってことですかね。こいつは今どこだ？公安の情報では神室町、新神室ヒルズホテルに滞在しているようです。神室町にいるだ？ちゅうことは、福岡も札幌も名古屋も、今回の絵裏で買い取ったんはかっちゃんちゅうことか？間違いないようです。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力が神室町入りを果たしたとのことです。搭乗会は何やっとんのじゃい！いや、それがこれっちゅう抵抗もなく、事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と搭乗会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな、蒼天堀はどうなっとんのじゃい！ごく一部の施設を除き、ほとんどもぬけの殻だそうで。蒼天堀ぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん！さっさとしたくせんかい！
何の支度だか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝也の好きにさせてたまるか。あ、はい。そうか、わかった。渡瀬の兄貴が動いたんだな。あ、いや、いい今さら動いたところでどうにもなるまい。それよりも例の件はどうなってる。そうか、これであとは役者さえ揃えばいよいよというところだな。それじゃあ。すみません、これでもいろいろ忙しくてね。それじゃあさっきの件、お返事聞かせてもらいましょうか、秋山さん。この金は、さっきのこちらからの提案を飲んで、あなたがパクさんに貸した金。5億か。つまり、ええ、あさって予定している沢村遥のメジャーデビューコンサート、キャンセル。ちなみに本件、イベンターとはすでにある。